山口敏太郎です。山口敏太郎日記、今日はですね、また卑劣な脅迫行為について、告発し非難を表明したいと思います。本来人間の言論の自由というのはですね、元犯罪者であれも あれども罪を償った場合は発言の自由、言論の自由は保障されるべきものであります。あるいは重要な事件の容疑者であっても、懲役が確定するまで、罪状が確定するまでは主張の原理、言論の自由というのは求められるべきですし、そういうものは保障されてしかるべきだと思います。しかしながらですね、相変わらず例えばマスコミに優位のある、立場に優位のある人間がですね、誰かの言論とか自由な思想を圧力によって潰そうとしたりですね、あるいは暴力集団がですね、脅迫行為とかですね、嫌がらせ行為を行うことによってその言論を潰そうという行為が残念ながら今も続いております。先日ですね、元在特会会長の桜井誠氏と対談を行いました。桜井氏はですね、いろんな問題のある人物であるということは私も認識しておりますし、彼の考え方で間違えているところもいっぱいあると思います。朝鮮人という一括りで、かなり過激な発言をしておりまして、それに関しては僕は非常に疑問に思っておりますし、批判されてしかるべき、考えではないのかなと思っております。しかしながら彼の言論を止めることはできないし、彼を批判するにあたってはまず会って話をしなければいけないと思っております。でましてや橋本市長と行った対談のような、両者が感情的になって怒鳴り合うだけの単なるプロレスの、怒鳴り合いのアピール合戦に終わってしまったということは、恥ずべき行為だと僕は思っております。で、今回対談しました。でかなり、意見の相違がだいぶありましたね。僕はですね、割と温厚な意見で、やはり調和とかですね、協調とかね、日本という国をこれから作っていこうというお話をしたんですけど、桜井さんは割と過激な意見をおっしゃってましたね。でもですね、これね、前も僕何度も言ってるんですけども、本当に冷静に論理的にいいお話ができたんですよ。で、意見のお互いに意見の違いを認め合うことができたと。山口さんこう考えてたね、僕はこうだよと。桜井さんこう、僕はちょっと違うと思うね、僕はこうだと思うんだけどというふうに、これが本当の議論ではないですかね。ムカつくから合わないとかね、あいつの考え方違うから合わないとかね、幕末の殺し合いじゃないんですよ。今近代国家なんですよ。21世紀なんですよ。ちゃんとテーブルについて話をして、議論をぶつけることはぶつけ、そしてお互いの違いを認め、その違いをどう埋めていくかという折衷案を練るというのが本来の大人のやるべきことなんじゃないかなと僕は思っています。で、今回の対談の中でですね、お互いの矛盾点とか指摘を指摘し合うと同時に、ここは共通するね、ここはやってこうねという話をしています。また一部の変な連中はですね、誤解しているようにですね、単なる嫌韓論を話しているだけじゃないんです。日本の人口が減っていく人口問題で、また地方の経済が衰退している問題、あるいは自衛隊を災害救助に向けよう、自衛隊の任務を災害救助も一つの主要任務にしようというような話とかですね、で経済そのものを立て直しの問題で、これから日本をどうするか、あるいは堕胎率が実は日本が世界一高いとかですね、あるいは自殺の数が実は日本が一番多いとか、こういう自殺とかですね、堕胎して命を落としている赤ちゃんの命を救おう、悲しくて自殺しちゃう状況に追い込まれている人たちを一人でも救おう、そういういろんな話をしてるんですね。単なる嫌韓論だけじゃないです。あれはね、ちょっと編集者が僕の超陰謀論と彼の桜井さんのね、大韓時代とこう合わせてああいうタイトルにしてしまったんですけども、ただ単に韓国とか在日の話をしてるだけじゃないんですね。それ以外の幅広くこの日本という国をどう今後やっていこうかという、40代の、ね、同世代としてぶっちゃけた話をしてるっていう対談もんです。で、なんて言うんでしょうね、この本に関してやっぱり心よく思ってない連中がやっぱりいるらしくてですね、非常になんかね、なんか矛盾してる批判を行ってるんですよね。自分の行動と矛盾してるとかね、そういうバカがいっぱいいるんですよ。もっとひどいのはね、脅迫電話を関連先にかけてる。実は僕は毎月アワーズというね、大阪であるライブハウスで定期トークイベントをやってるんですよ。大体月1回ぐらいで、忙しい時はできないんですけども、で長年ね、関西テレビ等でお世話になってきた竹内義和さんという
大阪在住の作家さんとね、非常に僕は気が合いますんで、こう、もうぶっちゃけ、まあ、ほとんど、ね、大阪だからもうネタと笑かしに終始してるんですけども、そういう話をしてるんですけども、そこがですね、ちょうど僕のライブの次の日に鳥肌実さんがね、久々に大阪でパフォーマンスをやるということで、告知をしてたらですね、鳥肌実のライブをやるなとかね、あんな右翼のライブをするな、あんな右翼を応援するなという、まあ、名前を名乗らない匿名の人物から嫌がらせ、脅迫の電話が入ってるんです。で、なんでああいう差別主義者、レイシストのライブを、鳥肌実、レイシスト、鳥肌実のライブ、右翼鳥肌実のライブをやるんだというのを言ってます。でね、在特会の関係者なんで、その人間は決めつけてるんですよ。鳥肌さん、在特会何の関係もありません。たまたま知人が在特会に入ってただけで、彼自身は在特会じゃないんです。で、これね、大部分のね、日本人は分かってるんですけども、鳥肌実さんはね、タレントさんなんですね。パフォーマーなんですよ。まさか本当の政治運動家だと思ってる人はいるでしょうね。ちょっとこの辺僕はびっくりしたんですけども、一体どういうことなんだろうというふうに本当にショックを受けてます。で、多分ですね、僕への脅迫が始まった時期からほぼ同じ時期で言ってますから、多分僕のツイッターのリツ、あの、ツイートとですね、結構アワーズのツイートが混じるんですね。お互いにこう情報をリツイートしたりしますから、そこでアワーズに行ったんだと思います。で、僕の関連先にこういう脅迫が言ってます。だからもう、実際にもう警察には相談しておりまして、犯人の特定に入りたいと思います。でも、これはもう犯罪ですよね。威力業務妨害という犯罪だと僕は思います。で、なんでこういう嫌がらせをするのかなと。本当の差別主義者ってのは誰なのかというのを考えています。本当の言論弾圧者とは誰なのか。そいつらを本当に倒さなきゃいけないと僕は思っています。許しがたい行為ですね。どんな人間も首相はできる。で、罪を償った後はどんな人間も商業活動はできる。これは僕の考えです。